はい、今回はアップルウォッチについて話をしていきたいと思います。今回ですね、初めてこのアップルウォッチ SE を購入しました。僕にとっては初めてのアップルウォッチですね。ただですね、今回かなり迷いながら購入したんですね。実際に自分にとって必要なものなのかとか、見た目の部分で本当にこれってかっこいいのかなって正直思ってしまったりとかして、結構迷いながら購入したんですね。で、今回に関しては、購入前と購入後で、どのようにアップルウォッチの印象が変わったのかっていうのを、見た目と、あとは中身、主にこの2点に分けて話していきたいと思います。では、行ってみましょう。はい。では、まずですね、見た目から始めていきたいと思います。で、皆さん、実際にネットであるとか、あとは店頭でですね、このアップルウォッチを見てどう思いました？僕は正直、あんまり、かっこよくなくて、もっと言うと安っぽいなっていうふうに思ってしまったんですね。で、この価格帯、実際に、多くの時計っていうのはステンレスっていうのもありまして、アルミの時計っていうのは、すごく安っぽく見えちゃうんじゃないかなと思っていました。で、実際にですね、この本体、ここのアルミですね。あとは、ミッドナイトのスポーツバンドですね。高級感っていうところでいくと、実際の時計であるとか、アップルウォッチの別のケースですね。ステンレス、あとはチタンですね。こういったところと比べると、そこまではいかないんですけれども、全然安っぽくは見えないですね。これがすごく意外でした。店頭だとですね、実際に多くの方が試している状態だったりするので、ケースが傷ついてしまったりとか、スポーツバンドが劣化してしまっている状態で、見ているっていうところもあって、で、そういったところで結構あまり良さっていうのが、本来の良さっていうのが、分からなかったんじゃないかなっていうふうに思います。毎日アップルウォッチを使っていて、どんどん愛着が湧いてきまして、最近はこういったこのアルミのケースっていうところも、特に安っぽさっていうのは全く感じなくなりましたし、実際にこのスポーツバンドについても全然安っぽさは感じなくなりました。で、むしろ最近すごく気に入っています。で、見た目に関してはですね、もう一つありまして、文字盤ですね。この文字盤なんですけど、購入前はちょっとダサいんじゃないかなというふうに思っていました。で、ただですね、購入してみると、いろいろな文字盤を切り替え楽しむことができるというような、スマートウォッチ特有の楽しさ、そういった体験っていうのがすごくいいなというふうに思いまして、実際に最近はですね、見た目、文字盤と、あとは本体、あとはスポーツバンドですね。ここの魅力っていうのをすごく感じていて、毎日つけるようになりました。続きまして、機能面について話していきたいと思います。で、まずですね、このスポーツループの肌触りがすごくいいんですよ。で、実際購入前はですね、寝ながら時計をつけるっていうのは結構難しいんじゃないかなと思ってまして、ちょっとそういった意味も含めて、本当に大丈夫かなって思ってたんですけれども、実際に購入して感じたことというのは、やはりこのスポーツバンドの肌触りがすごくいいので、ストレス感じることなくですね、寝ることができたんですよ。で、なので、このバンドすごく、良かったです。で、このスポーツバンドに関しては、2種類サイズが付属してきます。で、実際に時計を通すこの穴ですね。この穴の位置が、それぞれ違っているので、いろいろな方に合ったような、サイズを見つけることができるバンドになっています。という意味でも、スポーツバンドっていうのはすごく良かったですし、気に入ってます。で、次にですね、支払いがすごく便利という話ですね。こちらに関しては他の YouTuber さんも、みんな言ってるような機能になるんですけれども、やっぱり便利です。で、スマホを取り出さなくていいというのは、意外に差があるなっていうふうに思いました。購入前に関しては、スマホを別にカバンから、もしくはポケットから取り出して、かざすだけなので、全然別にそれでいいじゃないかっていうふうに思っていたんですけれども、実際買ってみると違いますね。スイカとかであれば、実際にそのまま腕をかざす。それだけで支払い完了しますし、あとクレジットカード、Apple Pay に登録しているクレジットカードでの決済についても、実際にサイドボタンをダブルクリックするだけで支払いができるというのは、かなりメリットなんじゃないかなというふうに思います。使ってて本当に支払いが本当に楽ですし、この体験がすごく楽しいですね。はい。で、続きまして、マスクをつけていても、
Face ID を解除できるという機能、これもすごく気に入っています。今まで自分に関しては、毎回パスコードを打ってロックを解除してたんですけれども、まあ、やっぱりこう Apple Watch があることで、まあ、Face ID 本来の便利さっていうのを、まあ、実感することが、まあ、再度できるんですよね。まあ、このコロナ禍、まあ、特有の、まあ、状況ではあるんですけれども、やっぱりアプローチあるとすごく楽です。はい、続いて、アプリについて話していきたいと思います。で、アプリなんですけれども、購入前はですね、こう実際フィットネスアプリ、睡眠アプリ、まあ、便利だとは思ったんですけれども、まあ、実際にそんなに使うのかなっていうふうに思ってまして、購入を結構ためらっていたんです。で、ただ、購入後ですね、まあ、どう思ったかというと、まあ、やっぱり今、こう、リモートワークで、まあ、ついついこう座りっぱなしになってしまう、まあ、自分もいるんですけれども、まあ、実際そういうことをこうアプローチがそろそろ経つ時間ですよっていうふうに通知してくれたりとか、まあ、あとは最近こう運動時間が少ないですよみたいな形でこう通知してくれるので、実際日々のまあ運動不足であるとか、まあ、そういったところをこ うまくこうケアできる。まあ、そういったこう機能に感じて思っていたよりもすごくこう使っていますし、すごく便利だなというふうに思ってます。で、実際に私に関しては、まあ、日々のこうトラッキングを見ながら、実際に今日は座りっぱなしだなとか、まあ、意外と運動できてないなとか、まあ、もう少しこう日常の動作、まあ、例えば掃除とかをすることによって、まあ、少しでもこう運動不足解消していこうであるとか、まあ、そういったところにすごくうまく使えているところがあるので、このアプリについてすごくこう気に入ってますね。またですね、睡眠についての話をしたいと思ってまして、純正のアプリもあるんですが、オートスリープという、こちらも、多くの YouTuber さんが、紹介していると思うんですが、これがすごくいいと思って気に入ってますね。実際にこう自分が思ってるよりも、まあ、寝れてなかったんだなとか、まあ、あと実はここが、実は夜中に実は目が覚めてたんだなとか、眠り浅かったんだなとか、そういったところがすごくアプリでこうログを取れていくので、まあ、本当に便利ですし、まあ、自分のこう健康状態の管理っていうところも気軽にできるんですね。もう毎日こうログを見ていながら、もっと早く寝るようにしようであるとか、ちょっと寝る前のスマホ控えようかなとか、まあ、そういったところでこう日々の生活の質を上げるのに本当に便利で、まあ、こういったこうアプリが Apple Watch にあるっていうのは、まあ、Apple Watch を購入する上でもすごくこう魅力になる点なんじゃないかなって思います。はい。では、実際に、見た目とですね、機能面、この2つに関して、購入前と購入後の印象の違いについて話してきました。私はですね、冒頭にも言った通り、すごくこう何度も迷った上で、こう、Apple Watch 購入したんですけれども、結論すごく満足してます。実際にこう友人にも勧めたいですし、それでは飽き足らずですね、今回こういった形で、まあ、簡単な動画として、皆さんにこう発信したいなと思って、まあ、動画を撮りました。以前の私のようにですね、購入を迷っている方の参考になれば幸いです。ではまた。